DTMF で電話番号を送出するおしぼ端式電話機 DTMF は0から9までの数字と A、B、C、D の記号の計16種類の符号を低群、高群れの2つの音声周波数帯域の合成信号音で送信する方法である。別名、トーン信号、プッシュ信号、PB 信号とも呼ばれ、その信号音は 人間の課長域にあるため日本語では、ピ、ポ、パとも、擬音語表記される。プッシュ式電話回線での電話番号の喪失、その他音声回線での数字入力などで用いられる。ダイヤルパルス信号と比較して、次の点が特徴である。規格としては、ITUT 韓国 Q24。日本では、総務省令端末設備等規則第12条、第2号に基づく、別表。 第2号に、押しボタン、ダイヤル信号の条件として規定されている。左の表より、例えば1は 697Hz と 1209Hz の2つの音声信号の合成音によって表される。その他の符号も同様である。通常、0から9までとが使われる。このマトリックスに沿って、低群、高群れそれぞれから1周波数ずつの制限波が用いられる。 音声伝送回路にて伝送するため、すべての周波数は過長帯域内に収まっている。耳に聞こえる DTMF は2種類の制限音波の合成音である。信号周波数偏差信号周波数のプラスマイナス1.5%以内信号喪失電力絶対レベルで表した値。L は電気通信事業者交換設備から端末設備の接続点までの 1500Hz における。 通信線路伝送損失。低群周波数 DB 以上、DB 以下で、かつマイナス 3.5DB を超えない信号。高群周波数 DB 以上、DB 以下で、かつマイナス 2.5DB を超えない。信号信号喪失時間50ミズ以上ミニマムポーズ。隣接する信号間の休止時間の最小値。30ミズ以上周期 120ミズ以上電話機側音声回路の送話機と音響接続して DTMF 信号を喪失する DTMF ダイアラーと呼ばれる機器がある。信号音を発音する小型スピーカーを持ち、送話機に密着させて使用する家庭用留守番電話機の普及黎明機に外出先のダイヤル式公衆電話などから録音機能の遠隔操作に用いられた。あるいは、 電子住書録から自動ダイヤルする目的で電子手帳や多機能デジタル腕時計に内蔵されたこともある。また DTMF 信号を複合し視覚化する解読機もある。DTMF は1950年代後半にアメリカ合衆国ノベル研究所で回線の断続によって信号を伝送できない無線通信や多重化回線で電話番号情報を伝送する技術として 開発されたダイヤルパルス信号を加入者電話交換機で DTMF に変換し音声信号として個別線信号方式で伝送していた1960年代には電子素子の発達によりプッシュホンなど電話機の信号方式の一種となりダイヤルパルス信号との併用が始まったプッシュ本加入者が電話交換機の拡張機能を使用する操作にも利用され始め 操作の際は、受話器を耳に当てたままであることから、DTMF 音が聞こえ、ピ、ポ、パと擬音化されるまでに一般に浸透した、音声信号であるので、電子機器でなくてもよく、音差や笛などで回線に乗せて発信させることもできる。日本テレビ系番組、投稿。特報王国では、この DTMF の周波数と同じ声が出せる姉妹が、出演し、 地方の電話サービスに電話をかけるという企画があった。TBS テレビの番組でも同じ趣旨の実験をしたが、こちらは技術的な知識の欠如から DTMF を平均率音階で解釈したため、実際の接続動作までに数時間を要した。2008年公開のアニメ映画、名探偵、コナン戦律の楽譜では登場人物が故意によって警察通報用電話にかけるシーンがある。 また、2009年放送のバラエティ番組、探偵。ナイトスクープではこのシーンが実際に可能なのかを実験し、大阪音楽大学の学生二人が声によって、地方電話サービスに電話をかけることに成功した。詳細は、名探偵。コナン戦律の楽譜プッシュ本の設定を参照。ありがとうございます。